い、皆さんこんにちは、リザードです。ウィルリです。ワイルドオクです。オブです。はい、というわけで、今回はね、この4人で4人観戦チャレンジをやっていきたいと思います。はい、ルールはね、今字幕で出てると思います。こんな感じです。はい、じゃあやっていきたいと思います。お願いします。レッツゴー。お願いします。はい、というわけでね、まずスキンをね、選ばないといけないんですけど、まあ、どれにしましょう。まあ、バレへんスキンっていうのは結構マジで難しくて、まあ、やっぱ、一番バレにくいのはやっぱ今シーズンのスキンですよね、やっぱりね。まあ、これとかじゃないですか、やっぱり。これ結構最初のに出てできるよね。で、これの、で、ピッケルとかもね、やっぱ大事なんですよ。最近にして、シーズンパスのが大事ですね。あ、これとかいいですね。で、あとまあ、グライダー。もうビクロイしてないやつがいいですね、できれば。ほぼほぼバレないですけどね、グライダーとか。まあ、一応ね、グライダーも買います。あ、これにしましょう。かわいい。で、ラップもバレるんですよ。もうね、全部隙のない。あ、これでいきましょう。これもなんかかわいい感じのね、これでいきます。で、妹も一応間違えて押したときに、よし、これでいきましょう。 OK、 完璧。これでいきます。うわー、緊張するなー。やばいな、バレるな。その、なんていうの、光ってる王冠。あー、ビクトリーグランドね。そう、王冠でもバレそう。確かに確かに確かに。持ってるんですか。え、王冠ってでも捨てれないですよね。捨てれるよ。え、どうやってしてんの。やばい。え、どうやって持ってる、持ってる、探せ、持ってる、探せ。え、それはえぐい。え、わぁ、死んだぞー。外出してきた。やばい、王冠持ってるやつ。王冠持ってるやつ、いけいけいけ。待って、なんか全員それっぽいんだけど、とどまつってわかんないな。え、俺このスキン説あると思ってるんですよね。え、確かにこれ、これ、いや、これなんかちょっと怪しいね。え、これさ、動きもっぽくない。なんかちょっとちょっと早い早い早い。ちょっと待って、チルチルチル。え、え、もう見つけた。いや、チルチル。ほら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 。おっと、これ絶対これ急になんか、急になんかちょっと動きが。いや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 。おー、うわ、ええ。いや、聞いてほしいのは、俺はもう4回ぐらいやってるから結構プロいよ、そういうのは。あ、このチャレンジ。そう、もうプロい、プロい、うん、プロいからね。いやー、これプレイヤー340覚えとこうか。いや、俺これね、第一候補や。もうすでに、まあ、今のところ俺も第一候補やな、これ。いや、でもこんな金持ってるかな、リザードさん。あ、確かに。いや、ほんまや。いや、こいつはもう、こいつ論外、こいつ論外。いや、ウィンゴーネから受け継がれてるから。いや、意外とまだあり得る。言っていいですか、最近俺やってるっすよ、結構ノーマルモード、企画系で。あ、確かに、シーズン始まった時とかね。あ、そうか、お金もそうや、思い出した。バレるんや、それで。でも今回はね、やってるからバレなさそうではある。えぐい。え、でもさ、え、このスキンってさ、ティアは結構高くない？うん、バトルパスの。そうだよね。隠れで買ってる人。あれ、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 買ってるよ、リザーさん。ほんまや。いやいやいや、わからんからね、まだね。いや、でも、いや、でも、いや、死にたくないやつ。大丈夫、大丈夫、死ぬ、死なん、大丈夫、リザー。死にたくないやつ。あれ、待って、待って、や。死ぬんじゃん。なんだ、あれ、なんすか今の。これですよね、これ。あの、死んでも死ななくても、まあ、何も反応しちゃダメですよね。早くない、それは。あれじゃない。まあ、でも金塊5000だっすな。さすがに死んでないよ。5000はいかんくない、さすがに。5000はいかんかも。次行こうか。いや、回復とかちゃんと持ってそうだけどな。え、こいつめっちゃ怪しいんだけど。あれ、お金の数も少ない。ほんとだ、ほんとだ。お金見ないだろ。しかも物資もさ、なんかちょっと整ってんのか。競技生っぽい物資してない。うん、回復には。確かに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 。そういうの見られんのか。俺ね、これ結構、いやー、俺もこれなんか怪しいと思う。え、だってさ、これ持ってんの結構あれじゃない、もうすでに。いや、濃いよな。おおおおおお、撃たれてるよ、撃たれてるよ、大丈夫。ええ、うわー、え、違う、え、今のじゃねえ、ワンちゃん。今ダンスターじゃねえ、ワンちゃん。これ来てますよ、リザード。これか、今の。リザード、今何、リザード今何してる。あ、何もしてないよ、別に。あ、そこは何食べた、リザード。あ、サラダチキンかな。いや、リザード、あ、違うな。うん、違う、今の。あ、あ、なんか、なんか、うまそうだね。え、来たぞ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 。こいつっぽくね。え、俺もこいつっぽい。お金もなんか中途半端でありえない。うん。いや、でもなんかさ、倒した時にこいつフロッパー1しか持ってなかったんよ。で、リザードならもっとアーマーも少ねえと思って。いや、でもなんかね、武器チェーンバカ早かったよ、この人。サカ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 って。ちゃんとワンパーセーだしな。リザード武器チェーンめっちゃ早いからさ。
この人は世の中いっぱいあるから武器じゃ早い人なんて、そんな。まあでも、俺候補に入るわ。決めるのはまだ早いんじゃない。あ、これ気になるよ、ここの。これ大変気になるね。さあ、残り人数もないです。相手も上手くない。あ、いやいや、分かるな、これ、リザードがなんか。いや、そもそも今喋ってますから、今、その喋れながら戦いませんからね。いやいやいや、まあまあ。いや、分からん。分からん。実況者たるものね、そこの能力は。あ、いや。いやこれは違うな、これは違うわ。ちなみに1回でも俺ら視線回ってきた。いや、わかんないんだよね、それが。たまに感染されるんだよ、結構、2人とか。あ、そういうこと。あー、なるほどね。結構どんどん回ってくださいよ、いろんなとこ。ちなみにキルしてる。してる、もちろん。あー、じゃあ、次行こう。うわっ、こいつさっき怪しい。怪しいって言ってたね。あの、タワーの人だ、タワーの人だ、タワーの人だよ。これ怪しいよな。スライディングの入り方とか今うまかったけどな。感染画面チャレンジでさ、タワーっていう所存しするリスク背負うかなと思って。ああ、確かにそれあるかも。確かにね。だよね。だからこれはアンちゃんにただ単純に普通にモサの人なのかもしれん。いやー、でもここでちょっと候補決めときたい。なんか。あ、新キャラじゃないよね。新キャラいる。新キャラかもしれない。すごい見たいな、あの新キャラ。見えてるな。ちょ、戦闘見たいな。お、今新キャラいた。サイレンいないよ。サイレンいないわ。サイレンいない、これサイレンいないかもね。どうした。いや、これは違うと思うな、俺。お、敵、敵速くね。速い。これあれじゃない、今さっきの絶対そうだよ、相手。いや、相手上手くない。あー、え、え、あ、え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 、あれ、リゾさん、え、いやいやいや、俺まだ分からんよ。プロゲーマーですよね、リザーさん。いやいやいや、負けるわけないでしょ、プロゲーマーです、僕。なんでですよ。で、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 さすがにね。待って、ガチャガチャ、緊張するって、マジで。さすがにね。ちなみに、答え合わせは何、スキンの名前でいいの、あれ、分かんないけど。俺も分かんない。あ、じゃあ、俺と同じスキンを使ってもらうみたいな、さ、あの、集まるみたいな、集まる。持ってないよ、多分。持ってない、持ってない。あ、持ってる、俺は持ってる。俺多分一緒だから、ブユさんお願いしますわ、じゃあ。え、あれだよね、今の。うん、今のよね。いやー、分からん、あと3人ちゃんと見よう。あと3人。出して。いや、これはちゃうやろ。この次第。てことは、今のツインテールも俺結構違うと思ってるから、次の人でもうリザードっぽくなかったら俺、あの、今の。いや、てかさ、あの動きはちょっとぽすぎないね。もうなんか動画終盤だから本気出そうみたいな感じが出てるじゃん。最後のやつ、これはお前やったらいい。え、でもさ、これさ、スキン同じやん、どうすんのこれ。でも、それだと分かっちゃうから。あ、確かに、順位動いてる。順位何位だったっけ。もうそろそろ終盤なんで、何でもありなんで。うん、何でもありだから。まあ負けててもおかしくない。リザートさ、さっきまで喋ってなかったのに急に喋るようになったの、これさ、知ってるじゃないの。確かに。あれ、これ生き残ってたらマジで隠し方うまいと思うわ。うん、これやったら、リザートが今この見てる人なんやったらめっちゃうまいと思う、俺。ね、ノーヒントよ、マジで。いやこの人でもないでしょ、さすがに。え、これやったらすごいぞ。いやいや、でも多分水アートやったら死にそうになったら絶対本気出すから。出すか。いや、でも動画だから、俺前一回なんか死んだ気がするんだよな、俺が見てる間にリザーさん感染がチャレンジしたから。なんか死んだ気がするんだよな、リザーさんが。あ、どうでしょうね。いや、でも俺もあれかなと思ってるけどな。さすがにあんな上手くない。ね、あんな上手い人野良になかなかいないよ、マジで。あんま見ないけどな。なかなか喋れないな、やっぱ。昨日の朝ごはんは？いやいや、そうじゃないの今。いや、俺は。いや。俺は。怪しいぞ、今の。今の言い方怪しかったぞ。いや、わかんねえよ、ワンちゃん。なんか俺の中でこいつなんじゃないかっていう線も出てる。いい、俺あのさ、原宿好き。多いなと思ってるけど。あ、これこいつか。さあ、残り2人、ワンビワン。いや、どうだろう。どうしてみる。あ、え、なんか、いや、やばい、なんか打ち方うめえ。今のさ、さっきまでめっちゃゆっくりやったのにさ、うん、そんなの当てる。いや、ほら、なんか寄せ止まりうまいもん、なんか。うまい。いや、困ったと外して、これは。あ、これは。いや、どうでしょうね。これだと思うけどな、俺も。やっせぇ。待って、わかんない、マジで。これっぽくない、でも。なんかこれっぽい。見られてるから、わざとなんか弱いふりしてたんかも。いやー、これ絶対、いやこれ気がするわ。リ
いやなんかわざとっぽい。めっちゃわざとっぽいこの建築が。絶対タワー降りないと思うんだよね。確かに。なったら、リオさん。楽しいねこれだいぶ。作戦会議していいよ全然。で結構ちなみに自信あります。トップ王かトップ2迷ってるめっちゃ。わかる。うん、どっちか。でも俺は、こいつは絶対弾降りないと思ってるから、トップ2やと思う、俺は。あ、なるほどね。ちなみにトップ10には入ってます。さすがに。トップ10かな。さすがに。何ぐらいだっけな。で、多分トップ10か11がそこら辺の間やと思う。いや、さすが2番やろ。確かに、嘘だ、お前、やばっ。やば、危ない、俺、騙されてくれた。なんでもありすぎだろ、お前。ほんまや。トップ4かトップ2じゃないの。リプレイ見ていい。リプレイはダメでしょ。何言うてるお前。リプレイ見たい。リプレイはあかんな。いやでも俺トップ2でいい気がするな。トップ2普通にタワー降りんし、トップ2かな。なんか動きもすごいぽかった。めっちゃ登り好きやもん、リザオさん。あ、よじ登りしてたね、最後。どうなんだろう、俺なのかな、あれは。じゃあ、行きましょう。招待するんで、入ってきてください。待って、俺さ、いや待って、トップ3までみんなにこの人だったらすごいとか言われてたのに俺。最後に。あ、もうじゃあ最後さ、もうワンペイは捨てればよかったマジで。もう最後でな。いやめっちゃ上手かったんやけどな、途中まで。いや、上手かった、めっちゃ上手かったわ。上手かった。最後もう HP 激動になってもエイムゴリ押しみたいな感じのクラッチしてめっちゃいい感じだったんにな。いや最後でバレた、悔しい。はい、よかった、思考ロックしてなくて。うわ、最後バレるな、あれ。なるほど、まあいい緊急材料になりました。はい、まあ次またね。はい、もう負けませんよ、絶対。はい、というわけでね、今回はこんな感じでした。他の人たちのね、視点もあるので、よければ、概要欄に貼ってあるんで見に行ってください。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。